はい、どうも、うみです。本日はゆきちゃんへというゲームをやっていこうと思います。あー、すっごい爽やかな気持ちになれる BGM、 素晴らしい。これは絶対にいいゲームっていうのが BGM から伝わってくるゲームですね。これもうイラストも可愛いし絵本みたいで、じゃあやっていきましょう。書く、いいね。始めるが書くっていう表現すごくいい。よし、書いていきましょう。じゃあ全くちょっとどういうストーリーかもわかんない状態で始めてるので、なんだこれは。川で、あ、はいはい、風船が飛んでって飛んでって、さっきゆきちゃんが見てたあれだね、風船。何がついてんだろうこれ。おお、めちゃくちゃいい天気。ローディングがひらがなっていうのもまた可愛い。あー、いいね。おー、あー、可愛い結構リアルですね。え、可愛い可愛い。風船、おお、おお、ここから撮ったの今。すげえね、ゆきちゃん。ゆきちゃんへ。この手紙を読んでるということは目が覚めたんだね。気分はどう？とりあえず深呼吸してすっきりしよう。綺麗な空気を吸えば元気が出るよ。元気出た？悪い空気は体に毒だからね。窓に鍵がかかっていなくて本当によかったよ。え、怖いな、なんか。ところで明日からは連休だけど、僕と出かけようよ。去年のお年玉いっぱいもらったから、北海道から沖縄までどこへでも行けるよ。返事はゆきちゃんのアパートの空き家になっている101号室の郵便受けに入れておいてね。明日の朝までには僕も返事を郵便受けに入れておくから。え、なんか怖くない？え、ホラーじゃないよねこれ。ゆきひろより、あ、誰？ゆきひろって3年生の時に私立に編入した、多分あのゆきひろだ。ほうほうほう、まあよかったよかった、知り合いでちょ、怖いね。私の知っているゆきひろは彼だけだから、時々近所で見かける程度だけど、なんでこんな時に。そもそも同じクラスだったけど、ほとんど会話もしなかったはず。そういえばお別れ会の後、写真撮らせてって言われたな。好きなんだね。顔はともかく勉強もスポーツもできる男子だったな顔はともかくって言われちゃってるよ。ああ、びっくりした。なんか始まると思った。というか、窓に鍵がかかっていなくてってどういう意味？え、そうだよね。ちょっと怖くない？不気味じゃない？まさか2階まで登って開けたなんてないだろうから、窓が開いていたの間違いかな。それに、このアパートに引っ越してきたのは今年だから、ゆきひろがこの家を知ってるはずがないのに。たまたま知ったとしても、突然手紙を送るなんて普通しないよ。私の行きたいところは、かな？もう一日だけ考えてみよう。あ、BGM に救われた。待って、今私めちゃくちゃ冷や汗かいてるんだけど。え、怖い怖い怖い。あ、びっくりした。タンスの中にはコートやジャンパーがかけられており、庭にバッグが置いて、あ、そこにバッグが置いてある。最後に買ってもらったワンピース。はいはいはい。昼間に寝っ転がるのも悪くないかも。わかるわかる。それめちゃくちゃわかる。あ、なんかあるね、カレンダー、写真引き出し、カレンダー、はい、創立記念、あ、誕生日なんだ、ゆきちゃん23、本11、宿題プリント辞書、な、誰これなんかいたの。写真、あー、いいね、これゆきちゃん、お姉ちゃん妹かな多分真ん中っ子と思う、私の予想。去年の合宿、あ、友達会、全部予想外れちゃったいい眺めだね。疲れた、もう登りたくない。来年は修学旅行が楽しみだね。来月は修学旅行なんだっけ。いいね、修学旅行、青春を謳歌しなさい。引き出し、引き出しの中には鉛筆や消しゴムなどの他に1枚のわらはんしがある。見る見る。おお、なんだ、かわいいけど。魔法使い王様がバーってして、ん、え、わかんない、どういうだろう。お、こんなところにしまっていたんだ、懐かしいな。3年生の時に自習時間に書いたんだよね。魔法の杖を手に入れた王様が困っている人を助け、あー、なるほどね私こっちから見てった、こうか流れは。お母さんに見せようと思っていたんだけど、お父さんと一緒に死んじゃったんだよね。あー、そういう事情があったのね。あ、座った座った、すごい。え、なんか、あ、手紙を書く、机を眺めてみよう。まず机の上には飲み終わったカップや手帳、辞書などが置いてある。備え付けの棚には教科書はや地球儀が置いてある。ほいほ、あー、もう一回座らなきゃいけないねはい、手紙を書く、ほんと、途中
中で手紙。ちょっと待って、ちょっとそんなこと言われたら、ちょっとまだ探索しよう。箱の中にフルートがある。服。何か意味があるんでしょうか、これ。まあ、これがホラーゲームでないと私は願うんですけど、いや、きっとホラーゲームとは書かれてなかったんで。一昨年の誕生日に買ってもらったフルートだが、結局すぐに飽きてしまった。もう誕生日プレゼントはもらえないのか。ああ、つら。届いた手紙。ゆきちゃんへ。この手紙を読んでいるという。ああ、はいはい、はい。さっき言ってたね。はい、ゆきひろくんの手紙。プリントの綴り。5月の連休について。5月の連休について。先週の3連休に続いて、明日からは5連休です。普段より長い休みだから、家族と旅、ゆっくり過ごす人、テレビゲームで遊ぶ人がいると思いますが、生活習慣に気をつけましょう。生活習慣の乱れは体の不調や病気の原因となります。また皆さんは来年から中学生になります。つまり皆さんは今最後の小学校生活を過ごしているのです。もう二度と小学校生活を過ごすことはできません。残りの学校生活は勉強も大変ですが、夏休み、冬休み、運動会や修学旅行などの楽しい行事もあります。今回の連休で体を壊したら、残りの学校生活がつまらなくなるでしょう。なんかすごいここ不安煽ってるよ。ですから連休を楽しむのは構いませんが、体を大切にしてください。それからゲームセンターなどの不良のたまり場には行かないようにしましょう。大型ショッピングモールなどに出かける際も、子供だけで出かけることがないようにしましょう。あ、まあね、それは危ないもんね。これいっぱいあるね。父兄の皆様へ。すでにニュースなどでご存知だと思いますが、先日4月30日に発生した火災で、本校児童の大友千佳さんのご家族がお亡くなりになられました。また、千佳さんも全身に火傷を負っており、入院中です。今回の件でショックを受けた児童もいると思われますので、お子様の変化を注意深く見守ってくださりますようお願い申し上げます。また5月7日は創立記念日による休業校となりますが、他校は通常通り授業があるため、その点をご留意願います。火災があったの。うーわー、なんかいろいろ物騒だね。学級名簿。所属学級36人分の児童名や保護者名、住所、連絡先などが記載されている。あ、はいはい。あと1個あったよね。新年度のお知らせ。新年度のお知らせ。皆さんは今年度から6年生です。小学校生活の締めくくりとして有意義な日々を過ごしましょう。桜のイラストは岡田雄介くんが描いてくれました。誰？岡田雄介くん誰？ポータブルテレビだ。見よう。朝のワイドショーが放送されている。ゴミ出しトラブルに関する話題のようだ。生ゴミの臭い匂いについて取材をしている映像が流れている。リポーター、見てください。ゴミ袋の破れた箇所から黄色い液体が漏れ出ています。内側に尖ったものが入っているようです。匂いもすごいです。袋の中にドブガールのような臭さです。この世のものではありません。なんかリポーターらしくないリポーターですね。テレビの映像と音から感じ取れる日常が遠い日のように感じる。あー、そうだね。ゆきちゃん、じゃあ今どうやって暮らしてるの？少女漫画誌だ。読む。お母さんとお父さんいなくなっちゃったってことは誰かいるんだよね、きっと。おめっちゃ読んでる。両親が自殺した主人公の少女がわずかな財産を手に弟たちを置き去りにして旅を出るという物語だ。第32話、お茶と砂糖。お茶と砂糖、なんだその話は。気になる。何もかも置いていって旅に出るのもいいのかな。まあね、人生一度きりだから好きなようにするのがいいんだよ、本当に。お、ここマークね。タンスの中には洋服やパジャマ、下着などが収納してあり、防虫剤の匂いが漂っている。大人のお下がりじゃ大きすぎるよ、おばさん。あ、いるんだね、やっぱ。誰か扉を開けると。あ、開けない開けない。ちょっと待って。じゃあ日誌書こう。日誌じゃない、手紙手紙。はい、手紙を書く。はい、本当に書きますか。もう一通り見たから大丈夫でしょう。ゆきちゃんへ、この手紙読んで。あー、これは、はいはいはい。久しぶり、3年生の時以来だね。突然の手紙に驚いたよ。手紙を送ってきたことについて書く。はい。どうして今頃手紙を送ってきたの？私の家を知らないはずだよね。昔住んでいた家とは違う家なんだよ。窓のことを書く。それから窓のことなんだけど、窓に鍵がかかっていなくて本当に良かったよってどういう意味なの？窓が開いてたっていうこと？それとも鍵がかかっていなかったから開けたってこと？どちらにしても、ゆきひろが私の家のことをしているのは変だと思うんだけど、どうなの？
ところで、ゆきひろも明日から連休なの？私は創立記念日も含めて5連休だよ。私立って授業時間が多くて休みが少ないんだよね。それにゆきひろは家族と旅行に出かけたりとかはしないの？幼稚園の頃から毎年海外に行っていたよね。遠くに行きたい、近くに。じゃあ遠くに行きたいって言っとこうか。もし出かけるなら遠くに行きたいな。うん。あ、ゆきより終わったね。手紙を書き終えた。書き、いや、完成しよう。もう潔くここで完結。手紙を封筒に入れてっと、あとは郵便機に入れるだけ。おい、いいよ。じゃあ書いたし、もう終わりかな。さすがに。あ、ちょ、この辺見て。あ、見れる。風船見よう。風船が天井にぶつかって静止している。何日持つだろうか。はいはい。窓。レースの隙間からそよ風が入ってきて心地よい。いや、閉じとこ、閉じとこ。なんか怖いよ。ちょっと不気味なんで、ゆきひろくん。少女向けアニメのポスターだ。去年の今頃、友達と映画館まで見に行ったのが懐かしい。はいはいはい。じゃあ、横になる。これ大丈夫かな？横になって。かわいい。え、眠る？手をかざそう。青春しよう。手のひらにカーテン越しから太陽の光を感じる。はい。まあ、ちょっと。眠らなくていいかな。はい、じゃあここ行こう。開ける、物語進めましょう。ちょっといろいろ探索したんで。全くどういう話か分かんない。翌日郵便受けを見ると手紙が届いていた。ゆきちゃんへ。返事がもらえて嬉しいよ。実はね、ゆきちゃんが僕の家の前に引っ越してきたん。なるほど。ゆきちゃんは気づかなかったみたいだけど、僕はすぐに気づいたよ。僕の家からゆきちゃんの部屋が見えることにね。双眼鏡なんかを使うと表情まで見れるんだよ。え、ちょっと待って、ゆきひろくん大丈夫かな、この子。窓のことだけど、ゆきちゃんが、レンタンを誤った使い方をしていたから、2階によじ登って窓を開けてあげたんだよ。窓の鍵がかかっていなかったからよかったけど、僕が見ていなかったから、ゆきちゃん死んでいたよ。もうあんなことやらないでね。おかげで寝不足だよ。連休についてだけど、僕も連休だよ。4連休だけどね。本当は補習とかがあるんだけど、任意参加だから僕は参加しないことにしたんだ。家族と出かけるのも悪くはないけど、今はゆきちゃんと出かけたい気分なんだ。今会わないと会えなくなる気がするんだ。ゆきちゃんもそう思わない？〇〇駅の西口で午前9時から1時間待つね。1時間待って来てくれなかったら僕が迎えに行くよ。ゆきひろより。逃げられない。もう逃げられない。これってキモ、あ、キモって書いてたよね今。全部見られていたんだ。最悪。今会わないと会えなくなるって。引かなきゃ。キモって言ったのに。え、じゃあもうこれはいいのかな。あ、お菓子の袋。おばさんと北海道に旅行に行った時買ってもらったんだよね。はいはい。じゃあもう行こっか。うん、行こう行こう。ま、あー、いいのか。ちょっと待って、カーテン開けたりって意味あるかな。窓開く。開けとく。じゃあ一応閉じない。ちょっと開けてみようか。うん、いやー怖いけどな。いや怖いけど行こう。風船も、あ、じゃあ持っていこう。持っていく意味あるか分かんないけど持っていこう。ゆきひろくんに返そっか。じゃあ返すってなかなかひどいことするけどね。おー、かわいいかわいいかわいい。え、ゆきひろくんは一体、なんか怖いよね。発言がいちいち怖いんだけど。あれ、これは、あ、ゆきちゃんへ。え、終わった？制作。え、終わった。どういうこと？あ、ありがとうございます、ニーニーさん。すごく、いいイラストだし。え、待って待って待って、全然ついていけてない。結局会いに行くってところで終わってるのかな。え、どういうことだ。ちょっと私いろいろ伏線回収してないのかな、もしかして。さっき全部ちゃんと確認していった方が良かった系かな、もしかしたら。うわー、でもいいね、すごい綺麗ここの景色。いやー、これは青春の場所だよ、本当に。ゆきひろくんの顔出ないのかな。おしまいだー。全然わかんない。どういうことだろう。
はい、ちょっと戻ってきたんですけども、あの眠るってとこで私眠らなかったんで一回やってみてます。今おばさん今日からよろしくお願いします。よろしくね、ゆきちゃん。体のぐ、あーやばいやばい、飛ばしちゃった。私が動けるうちはいいけど、死ぬか動けなくなるかしたらあなたは施設に入ることになります。私はあなたよりも先に死ぬのだから、遅かれ早かれあなたの親族はいなくなります。だから可能な限り自分でできることは自分でやって、わからないことは覚えなさい。とにかく生活費や学費の心配はしなくていいから、私との生活を通じて一人で生きていけるようにしなさい。うん、うんじゃなくてはいと言いなさい。う、はい。夢見てたんだね。あー、おばさんは結構あれか、厳しいでだけど、でもまあ考えてくれてるよね。うん、しっかり考えてはくれてるからいいおばさんだとは思うけど。変わってる、なんかあの窓を、私カーテンを閉じないで出たんですけど、それが変わったのかな、もしかしたら。なんだろう今の音。まあいっか、過去か。これでも翌日郵便受けを見ると手紙が届いていた。ゆきちゃんへ。返事がもらえて嬉しいよ。昨日はベッコットに横になっていたよね。何か考え事でもしていたの？困ったことがあるなら相談に乗るからね。やっぱ見てるね。カーテン閉めなかったから。実はね、ゆきちゃんが僕の家の前に引っ越して、あー、ここは一緒かな？はいはい。いやー、双眼鏡。いやー、この子絶対に危ないよね。おかげで寝不足だよ。4連休だけどね。僕は参加し、はいはい。この辺は一緒だ。今会わないと会えなくて。で1時間待ってくれた僕。いやー、ゆきひろくん怖いよ。何これ、ずっと見ていたの？時々外から光がチカチカしていたのって、これってキモガチの顔だよこれ。全部見られていたんだ、最悪。今会わないと会えなくなるって、行かなきゃ。いや、ここで行かなきゃって思うゆきちゃんもすごいけどね。はい、じゃあちょっとこの辺も探索しよう、ちゃんと。じゃあこれまた手紙書いたりするのかな、もしかして。あ、あるね。そうだ、なんとかに手紙を書こう。本当に手紙を書きますか。はい。え、てんてんてんに手紙を書こうってどういうことだろう。この手紙は誰にも見せない。どうやって届けるかな。え、誰に書いたんだろう。お母さんとかそういう感じ。もう一回ここで眠るしてみよっか。またなんか夢見るんじゃないの。いや、怖いよこの暗さ。私大人になってもおばさんと一緒に暮らす。ありがとうね、ゆきちゃん。でもあなたは一人で生きていけるはずです。1年前と比べると随分立派に成長しましたよ。きっと一人で生きていきますよ。いや、それでも6年生で小学校。いやー、すごいねゆきちゃん。私より立派だよ本当に。あー、はいはいはい。じゃあ窓、カーテン閉じない。さっきカーテン閉じないで出たから、これはなんかした方がいいのかな、もしかして。じゃちょっと閉じて今度は出てみようか。窓閉じる。はい、閉じて、あ、着替える、着替える。私さっきやっぱ何も探索しないで出たのまずかったねこっちは暖かそうな服がいっぱいある。あー、そこはないのね。じゃあこんぐらいかな、もうとりあえずやれることは。じゃあ出ましょう。多分変わるはず、何かしら。風船を持っていこうかな、意味あんのかな。ちょっと置いていってみようか。さっきとは逆のことをしよう。いや、ゆきひろくんのことが気になりすぎて。何、な、一体何者。あ、服変わってるね。でもな、裸足、これ、裸足だね大胆な格好。え、終わり、終わったここで手紙をまず書かないで、もう何もしないでやってみようと思います。どんなエンディングになるのか。もう手紙書いてないからね、あのゆきひろくんに。あ、手紙は届いていなかった。お、ゆきひろ諦めたか。さてと、そろそろ行こうかな。どこに。え、待って、ね、なんかここチカチカしてない。怖い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 、ゆきひろ、ちょっと閉じないで行ってみようか。え、く
くっそ怖いんだけど、くっそ怖い、くっそ怖い。行こっか、行こう、伏線持って行こうかな。え、じゃあ持っていく、次は。いやー怖すぎでしょ。ああー、そういう終わり方、やばいやばいやばい、鳥肌が怖い。ゆきひろ怖い。はい、ゆきひろくんの手紙書いたんですけど、窓のことについては書かなくて、どこに出かけたいってところで、どこにも行きたくないっていう内容でね、ちょっと書いてみたんですけど、これでもまた変わるんじゃないでしょうか。はい、開けよう。まだこれ1段階目なんで、ここはまだ変わらないかな。カーテンも閉めてるんで大丈夫なはず。あ、これはさっきあったよね、なんか。これマジ何の音？おばさん？あ、これ変わってるね。見に行く。何の音？爆弾みたいな音しなかった？郵便受けを見ると手紙が届いていた。ゆきちゃんへ。返事がもらえて嬉しいよ。あれ？手紙の内容は全然一緒だ。これって、はいはいはい、一緒ですね。これ窓開けても、ちょっと開けてみようか一回。あー大丈夫だね、チカチカしてないけど、ちょっと閉じとこう、もう不気味なんで。え、これ変わったかな。なんか手紙を書く、机を、手紙書こうか。はい、書く。この誰に手紙を書いてるかだよね。あ、でここで持っていけばいいんだ。はい、開ける、持っていく。これで届けられるとかそういうのあるかな。エンディング変わったりはしないか、変わんないか。うーん、難しいよこれ。あさっき書いた手紙じゃない、はあ、誰かの元へと行くのか。でも誰にも見せないって言ってたから、あーなるほど、やっぱもうと空に捧げたんだ。お母さんとお父さんかなって私は思ったんですけど、みんなどう思いますか。あ、え、あのさっきバーンって爆発して、あれ見に行くをしたらここになりました。さっき何もなかったよね。おばさん、あ、ごめんなさい、大きな音がしたからつい。よかった。え、お風呂入ってんの。あ、終わった。え、どういうこと、お風呂入ってた。あ、でもあれだよね、大丈夫ってことだよね、お風呂のバーンって音だったんだ。あ、なるほどなるほど。あ、じゃあそれは良かった良かった。なんかちょっとずつちょっとずつね、いろいろ新しいアクションがあってるんですけど、まだまだ全然わかんない状態ですね。あれ、なんか変わってない、今まで上に歩いてた。あ、これ最初のタイトル、あ、始まる前のところじゃないこれ。あ、一番最初のとこだ。終わった。え、ゆきちゃん自殺しちゃったのこれ。なんでなんでなんで。選択肢的には手紙で、ゆきひろがのことを名ももう書かない書かないを選んでって、最後にどこにも行きたくないを選んで、とりあえずゆきひろに手紙を出して、次に進んで手紙書いてってしたんですよ。そしたらこうなりましたね。ええ、どういうことだろう。ちょっとこれなんか一つのエンディングは終わった後に何かがあるらしいんですよね。おまけみたいな感じなのが、これあるかな、もしかして。あったあったあった。やっぱなんか一つだけ全然違うからエンディング。あれ、あのお絵描きのしたやつじゃんこれ。王様。おお、ユキよ、困ったことがあるのかね。ある。
あるある。困ったな、わしの力では厳しい。かわいいね。お詫びにどこかへ飛ばしてあげよう。それ、お家に飛んできた。え、これは、え、さっきもう自殺しちゃっただよね。引き出し、あ、なんかある。王様と魔法の杖。引き出しの中には鉛筆や消しゴムが3枚の紙が。え、タイトルクリア後。なんだなんだ、タイトル、タイトル、あー、え、じゃあクリア後はちょっと見てみよう。びっくりした、今タイトルに戻っちゃうのかと思った。あ、なんか微妙に変わった。え、何が変わった。ちょっともう一回見よう。なんかこっちに下に下がってたよね、ゆきちゃん。え、タイトル後そうなるんだ。ちょっと手紙も書けるし、手紙を書く、書く、誰に書くんだろう次は。手紙を書き終えた。何を書いたかは秘密、次は誰に書こうかな。お茶目だね、かわ。え、また書けるのこれ。手紙を書く、書く、無限に書けちゃうのかな、もしかして。あー、書けちゃうね。開けよう。あ、夜だ。で、雪ヒロ見てる、雪ヒロ見てる。と、閉じて閉じて閉じて。え、雪ヒロ、え、夜になってたしね。え、どういうことだろうこれ。もういいのかな、じゃあこれとりあえず行ってみよう。これセーブしとこう一応。はい、こっち、あ、浴室橋、浴室、おばさん、お風呂上がったら教えてね。あ、なんか明るくなってんね、雰囲気が全体的に。あ、なんだこれは。クリア後のおまけのやつか。風船になる？なる。風船になった。あ、なるほど、どこにでも行けるんだ。え、これ王様は？あ、王様話せない。はい、いろいろちょっとね周り見てみたんですけど、もうこれ以上どこにも行けないんで、多分これで終わりだと思います。いや、ゆきちゃん自殺してしまったけど、これが一番のトゥルーエンドなのかな、もしかしたら。はい、いやー、どういうことだ、ちょ、私未だに全然わかんないんですけど、ゆきちゃんは自殺して、やっぱり親が両親とも死んじゃって、おばさんいい人だけどやっぱ寂しさに耐えかねて、親に手紙を書いて自分も行っちゃったってことなのかなって私は思ったんですけど、まあ人それぞれですね、これは解釈の仕方が。いやー、どうなんだ、王様がね、ポンって最後連れ戻したのもちょっとよく分かんなかったし。ね、相変わらずユキヒロはね、外でチカチカ照らしてね、変態だったし、もうユキヒロが変態っていうことだけは分かるゲームですよこれ。はっきり。はい、いやー、でもすごく面白かったですこのゲーム、雰囲気もね私すごい好きでした。はい、では今回はここまでにしようと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価ボタンなどお願いします。ではまたねー。